皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらめちゃくちゃ組みやすい字の編成使って新まんじゅうぶっ壊していこうと思います。見てわかる通り編成難易度がめちゃめちゃ低いです。ラックスも何もいりません。そのくせ新まんじゅうを完全に立ち回り固定でボコボコにできます。めちゃくちゃ良くない？だからもう今日はね、この新まんじゅうを破壊できる字の編成紹介していこうと思います。なんかよくあるじゃん、編成難易度下がってるけど立ち回り難しいとか安定しないとかはあると思うんだけど、この編成は編成難易度低いのに立ち回り固定で安定します。超強いです。レループもあるのでもう負けません。なんで今日はね、最強字の編成使って遊んでいこうと思います。編成紹介していきましょう。リーダージノです。7強無効感闇軽減プラスにこちらイデアル武器継承ですね。はい。でカナのプロフェッサー X です。スキブアシスト無効回復闇軽減プラスにこちらマーメイド武器継承ですね。はい。でカナのこちらメタルラクシミです。スキブアシスト無効回復潜在にこちら闇ミル武器継承です。でカナのこちらラビリルです。闇軽減3突にこちらドクターデューム継承ですね。はい、ドクターデューム武器継承です。これちなみに月曜から取れますからね、普通にすぐ取れるんで、ぜひ月曜から取ってください。で C2 です。毒目覚め耐性神キラー潜在にこちらサギリ武器つけてあげて、ラストですね、フレンドジノです。7強無効感遅延2つにこちらラミリス武器継承って感じになっております。という感じの編成ですね。もうマジで優秀な編成なんで、今日はこちらの編成を使いながら新まんじゅう破壊していこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずは1階層です。マーメイド武器使いましょう。でメタルラクシミ使います。でラビリル使いましょう。プロフェッサー X からのジノ2枚使います。でラビリル使いましょう。で水溶きの全体入れながら殴っていきます。これで6色組んでワンパンしていきます。ラビルレンハンス含みながら無効貫通もねちゃんと利用しながら、これでまず一発殴りますでからのジェノ使いましょう。で2パンで倒していきます。よいしょ。マジでコンボ現象とか関係ないんで、もうこれでしっかり殴っていくだけです。7コンボ組んであげてしっかりと2パンで倒していきましょう。100億個手入るんでこんな感じで倒していきます。いや倒せないんかいまあ別に3パンでもいいんでこれで突破していきましょう。これは全く問題ないです、3パンになる分には。はい、このまましっかり倒していきます。まあ、ちゃんと全体入れてあげてね、ワンパンしてください。さあ8コンボで突破していきましょう。倒していきます。続きまして2階層です。2階層は C2 使いましょう。 C2 使ってあげて1コンボ4回組みます。 C2 使いましょう。で1コンボ4発組んであげてスキルダメしていきます。でジノのリーダー側使ってあげてラビリル使ってあげてプロフェッサー X 使ってあげて指縁超落ち込みしルーレット生成していきます。マジプロフェッサー X 強すぎませんか？こいつ本当に無課金キャラですか？これ指2倍持ってんのえぐくない？普通にルーレット生成も偉いけど指2倍持ってんのもマジ偉いよな。でこれでまず一発殴ってあげてからフレンドのジノ使ってあげて2パンで倒していきます。マジ偉いんだけど。で落ち着いてパズル組みながら2パンしていきます13コンボ組んであげて突破していきましょう。2パンです。 OK。 ここからジノループで破壊していくだけ。で3階層です。ここは C2 使ってあげて2ターン突破していきましょう。トゲに関してもね、海域音消し組んでいけば大丈夫なんで大したストレスになりません。結構ね、みんながさ新まんじゅうやる上で一番うざいのがこのシュリーのねトゲやと思うんですけど、この編成トゲもルーレット対策できてますので、そういう点ストレスは少ないですね。やっぱトゲ対策してない編成だとね結構パズルだるいんでね、この編成回帰音消しでこんぐらい回復しますので34万とか回復するんでトゲも安心です。はい、これで一発殴ってあげてからジノ使って2パンしていきましょう。
エジノ使います。編成難易度こんだけ低くてこんだけ強いってやばくね。これなんかさ、よくあるじゃん、編成難易度低めで新万寿勝てますみたいな。あの新万寿なんて勝とうと思えばさ、いろんな編成で勝てるわけよ。そうじゃなくて、新万寿をどれだけ編成難易度低くどれだけ楽に勝てるかが一番大事なわけじゃん。だからこそね、こういう編成っていうのはね、編成難易度低い上に体毛は速くて強いっていう、終わってない？強すぎて。だからおすすめできるんだよね。結局俺そこが一番大事だと思うわ。多分ここのトゲとかもさ、対策できてない編成って弱いじゃん、はっきり言って。この編成はしっかりトゲも対策できてるんで、これでアシスト無効を完封しながら回復音で仕組んであげて、こんだけトゲ触っても一撃で HP 回復していきます。はい、でこんな感じで削ってあげて、プロフェッサー使いながら倒していきます。だからこの編成強いんだよね。だからみんなにおすすめしたいの。はい、プロフェッサー使ってあげて突破していきましょう。オッケー、これで6色組んであげてワンパンで突破していきます。12コンボ13コンボです。これで2パンで破壊していきましょう。さあ続きまして5階層です。5階層もワンパンで殴っていきます。ジェノ使って破壊していきましょう。オッケー、もうちゃんと回復音ゲ仕組みながら6色組んであげてワンパンしていきます。もう本当に6色組むだけ。リダフェルの火力こんな感じでバカ高いんで簡単に破壊できます。さあ6階層です。6階層は真ん中タゲで 10C 組んであげて殴っていきましょう。はい、これでまず真ん中ターゲットで10コンボ組んであげて一発真ん中倒していきます。はい、ジノループ中断しながら真ん中ターゲットで真ん中だけ倒します。はい、これで完璧です。全然これでいい。でそしたらジノ2枚からの C2 入れながら倒していきましょう。結局プロフェッサー X のループがあるのでジノループが途切れても問題ないんですよね。はい、これで6色含んであげて突破していきますまあ、マジでゆったりパズル組んでますけど、結局この編成強いんで全然大丈夫です。はい、こんな感じで倒していきましょう。さあ続きまして7階層です。もちろんラビリル使ってあげて殴っていきます。必ずもうラビリルは使ってあげてね、削っていきましょう。でここは54マスでパズル頑張ってください。ルレ利用しながら殴っていきます。指ね30秒あるんでね、ほんと落ち着いて組みましょう。OK、 もうこれで大丈夫そうですね。はい、これで6色含んであげてまずは一発殴ります。12コンボ組んであげてこれで削り OK で初手だけ頑張ってもらって、もう2ターン目からジノ使えるんでジノ使っていきましょう。はい、でしっかりここのね半分寺発狂も耐えれます。ジノ使ってあげて殴っていきます。プロフェッサー使おう。プロフェッサー使ってあげて倒していきます。よいしょ。プロフェッサーループ再開しながら回復音で仕組んであげて2パンで倒していきましょう。ジノの火力入れながらこんな感じで2パン突破していきます。 OK。 さあ続きまして8階層です。8階層はミルブキからの2ターン突破していきます。ミルブキでね、これで消せない回復できるので消せない回復対策してあげて、でジェノを使って全体入れながら殴っていきます。
はい、水溶きの全体攻撃含みながらまずは一発削りましょう。まあ多分これで左側を倒しきれるんじゃないかな、さすがに。 OK、 そしたらジュノ使ってスーパンで倒していきます。お前のブリタニアは私が認めない。はい、これで6色組んで突破していきましょう。だいたいここまで9分ぐらいですかね。はい、これで突破していきます。そしたら9階層です。9階層はまず一発ね殴りましょう。ジノ使ってあげて一発削ります。多分ワンパンはできないんで一発殴る感じで大丈夫です。ラビリル使いましょう。一発まずは6色消しで殴ります。オッケー。でここまで削ってあげたら C2 使って突破していきましょう。ここで C2 からのジノ使います。ドロキョウもめちゃくちゃ多いなこの編成。全然着火ドロップ振ってこないやん。バリ快適なんやけど、ストレスがなさすぎる本当に。大王編成とは思えん強さしとるこれ。めちゃくちゃこんだけ編成難易度下がってんのにさ、ここまでストレスないってやばくない？弱化ドロップしたら降ってこないんだぜ。でこれで2パンで突破していきましょう。そしたらちょうど10分ぐらいでボス位置突入です。快適やね。もう本当に15分攻略ペースですねこれ大体。でここはジュノ使ってあげてまず一発殴ります。ここは追い打ちか水、追い打ちか消えるか闇エル組みながら殴っていきます。まあ、とりあえずこれで一発削っていきましょう。こんな感じでシールドぶっ壊します。最高。もう C2 の火力で簡単にシールド壊せます。そしたらジノ使ってあげてプロフェッサー X 使って指延長していきましょう。で追い打ち含みながら倒していきます。ルーレット利用しながら追い打ち組んでいきましょう。はい、これで追い打ち含んだ6色組んであげてしっかりシールドぶっ壊していきます。これで2パンで殴り。 OK、 快適、マジで快適、冗談抜きで。そしたらここもミル武器使ってからジノからのラビリル使って2パンしていきます。雲耐性はないですけど別に6色組めたら大丈夫なんでラビリル使って6色組んでいきましょう。返して OK。 これでまず6色組みます。12コンボ13コンボ組んで一発殴り、よし。でからのリーダージュノ使って2パンしていきましょう。さあこれで突破していきます。バリアンテ、はい、これでしっかり6色組んであげてこのまま12コモで2パンで倒し切っていきましょう。さあということでラストボス2階層ですね。はい、ボス2階層はまず3ターンで半分まで削っていきます。だいたいここで12分半ぐらいですね。 OK、 ジノ使って殴っていきましょう。お前のブリタニアは私が認めない。この辺のいいところが本当早いし強いんですよね。まあ、もちろんねテンプレに比べたらさすがにちょっと遅いですけど、大王編成でここまで速くて勝てるの結構えぐいと思いません？だからマジおすすめ。ジノ自軍一体でこれだもんね。でここもジノ使いましょう。お前のブリタニアは私が認めない。しかもルレループがあるからパズルミスというかなんていうの、盤面が悪いとかも起きえないんでね。ただ殴るだけ。はい、これでしっかり15コンボ組んで削り、でからのジュノ使ってあげて半分まで持っていきます。ジュノからのラビリル使ってあげて、プロフェッサー X は1ターン待ってあげてもいいんでこのまま殴っていきます。はい、
他はもう6色組むだけで半分まで持っていきます。13コンボです。さあこれで半分まで削ってあげたら C2 使いましょう。 C2 からのジノからのプロフェッサー X も使って殴っていきましょう。お前のブリタニアは私が認めない。理由ならできた。約束が。追い打ち含みながら殴ります。これで追い打ち組みながら全力コンボでシールド破壊していきましょう。追い打ちでね320億ぐらいダメージ入るんで、はい、追い打ち利用、今追い打ち利用したかちょっとわかんないですけど、追い打ち利用しながら殴っていきます。なんか火力高すぎて削り切った感じもあったけど、でここも C2 のおかげでラックス不要でしっかり耐久してあげて、であとは3ターン突破するだけです。たまり次第ねラビリルも若干エンハンス返しで使っていきましょう。まあ、これで12コンボ組んであげて、こんな感じでコツコツ削っていきます。 OK、 ジノン使いましょう。トゲは怪奇音ゲシ組んで殴るだけです。これで回復音消し含みながらの6色組んであげて12コンボ組みます。13、14、さあ15コンボ、これでもう一発殴ってあげて、じゃあラストいきましょう。まあギリ15分ぐらいは乗るかなぐらいの感じですね。早ければ多分14分も出ると思いますけど、でもゆっくりパズルしても15分でクリアできるっていうのがやっぱでかいところですね。まあ、なのでまあ正直まあめちゃくちゃ強いっす。本当に道中もバリ安定するし、何よりめちゃ強くて負けない編成で、正直もう普通の攻略編成と変わらないのにこの編成難易度めちゃめちゃおすすめです。ぜひ組める人はね使ってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。さあということでラスト代用だけ話していきましょう。プロフェッサー X に関しては桜ミクが代用として使えます。はい、まあねルーレットループアークなので桜ミク使えます。でメタルラクシミに関してはこれ代用というか完全上位互換でラクスが使えます。あのそもそもメタルラクシミはこれ代用としてね、あのラクスの代用として使ってるだけなんで、ラクス持ってるやつがこの動画見てたら意味わかんないけど、一応ラクスが代用で使えます。はい、あとメタルラクシミ今交換できるんでね、モンスター交換所でこれです。素材もめちゃめちゃ簡単に取れますので、2ライカ内すぐ取れるのでぜひ作ってあげてください。思ってるよりこいつは編成難易度高くないというか、もうすぐ作れます。その日に10分ぐらいあれば、いやそれは言い過ぎ、30分あれば作れますからね。でラビリルです。ラビリルはカラクリケージが使えます。まあ別に軽減ループのラビリルでもいいですし、カラクリケージ入れてあげて、2階層は遅延あるからいい、いや2階層は違えるからいいとして、7階層と11階層かなに、まあ、合わせてあげれば全然代用できますので、カラクリケージでも OK です。で C2 はラックス入れてる場合は火力アーク自由になります。はい、ラックス入れてない場合は C2 です。今交換できます。でイデアル武器ですね、ここはユニコーンガンダムとかヒナタとか、スキルブースト2個プラスチーム HP プラス火力武器積んであげてください。ここ意外と代用多いので、ユニコーンガンダムもヒナタも持ってない人はスキルブースト2個持ってて、かつチーム HP1 個持ってて、かつ火力漏れる武器ですね、4色攻撃とか3色攻撃とか、正月メニューとかもね火力漏れるんで、そこら辺でも大丈夫なんでね代用してあげてください。で、からのマーメイド武器ですね、ここはオーブとか、あとはサケクロトビとかですね、 HP 漏れる武器が代用で使えます。でミル武器に関してはベリアルですね、ベリアルが代用で使えます。で、からのダンジョンのドゥーム武器ですね、まあこれ別に月曜から取れますけど、一応代用はアイアンマンが使えます。はい、でサギリに関してはエクシア代用で使えて、ラストラミリスに関してはハロウィンパイモンがね代用として使えるという形になっております。はい、まあ、結構ね編成の幅も広いですしね、あの大体代用がこんな感じっていうのを分かった上で、あとは HP 調整しながらね自分で編成変えてもらって大丈夫なんでね、この代用もあくまでほんの一部なんでね、もう編成が強すぎるんで、ぜひね代用しつつ挑戦してみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。